はい、やってきました。足湯です。ちょっと暑そうだから、あれになんか浮いてる。ちょっと入って、前回入らなかったので、今回は入ってみようと思います。暑いかどうか。どれどれ？あ、ちょっと暑い。暑めだ。暑いよ。私にはちょっと暑いかも。暑いけど、うん。今日もほぼ貸し切り状態で誰もいない。外は、あのね、足骨折した時に来た時よりは、やっぱり秋なんでね、紅葉が。でもまだ中途半端だな、やっぱり。すっごい硫黄の匂いがして、臭いと言うべきなのか、これをいい匂いと言うべきなのか、温泉の匂いって感じです。はーい、気持ちがいいです。慣れてきた、この温度に。多分暑いからそこで水とね、温度調節してると思うんだよね。絶対暑いよね。なんか前聞いた時が80度ぐらいあるって言ったかな、何十度って言ったかな、それぐらい源泉があるそうなんで暑いです。確かに水と調節しないとこれは疲れませんね。あそこから湧き出てきてここに吸い込まれてくる感じですね。あ、これは気持ちいいわ。使用前、使用後とか書いてあるけど、前なんか置いてあったんだっけ、全然覚えてない。今何にも置いてないですけど、はい、こんな感じです。こんな感じ。足はね、中のお風呂はさすがにみんな裸だし、撮影禁止なのでできないけど、ここだけ撮影できるのでしました。温まってきた、真っ赤になってきて、足がほら、足使ってるとこだけ。ちょっとね、段差がありすぎて、ほら、足首ら辺までしか疲れないけど、真っ赤になってます、わかる？入ったところだけ。それぐらい暑いです。はい。以上。またねー。